ここに住んでたね。ここだよね。手作りっぽいけどね。For the bar? Yes, please.ことかもバックルとかこれかっこいいんだよね、作りがね、これね。かっこいいんだよね、雰囲気もめっちゃいいしね。結構ミリタリーの店とか、あ、そうだね、確かに。公園とかも切れないけどね、まあ、切れないね。見る分にはかっこいいんだよね。見る分にはかっこいい。パンツとかも29ドルとか売ってます、うん。あ、ほんとだ、やばいね、これ日本のものになってる、はい、やつがね、もうこういうのカメレオンっていうのが増えてんだよね。これ何、これ、うわ、すごいね、これすごいな。テコンドーです。あ、テコンドーかね。テコンドーださっきのディグカードめっちゃいいなって、たぶん。あ、そう。見てみよう。これ？うん。ちょっとディグカードあります。じゃあさっきのあれか。あと持っただけかな。ディグってる人が。ああ、そうと？ディグカードスタイル。日本のやつが多いんじゃない？そうだね。さ、あれもそうだね。ジャパンタウンのやつ。うん。ディグカードちょっとあれだな。むずいね。お、ジャパニーズヴィンテージ。ジャパンヴィンテージ。札幌だ。しかもなんか後ろ結構良さそう。サインが誰かな、見せて後ろ。おお、あ、これ絶対高い。あ、そう、うん、安いよ。セーラーム、え、セーラーム高いの多いよ結構、うん、アメリカで。タグがじゃああれなのかな。ああ、原稿だ、原稿だね。ここ面白いね。ね、ほら、いいじゃん。ホンダメドインユースで、でかいな、でか、取るな、これ。でかくなきゃいいんだけどね、うん、ヴィンテージじゃないだろ、これしょ。そうだね、これも新しいよ、 SAO だもん。全然ヴィンテージじゃないじゃんしょ。ヴィンテージのサウナシスコで書いてあったよ。そう、それほんとだ、やばメルン USA だよ。古くないと思うけどね、そんな。これでも90、80ぐらいで多分な、うん。鬼滅とか面白いのいっぱいあるな、ここ。東京インテージ日本で来たやつ、ね、うん、それは、うん、サムライ、やばチームサムライ目の遠征だ、遠征だ。70ドルもする、これ。色合いとかいいけど、色合いいいね、これね、うん、これ悪くないね、正直。それはいいな、結構。あ、後ろなってこられてた、見して。うわー、あ、野球チームなんじゃない。ほんとね、あ、そうね、うん、チームサムライっていう、アメリカのやつかな、ね、アメリカの作ったのかな。へえー、面白い、これジャパニーズアメリカのチームなんじゃないね。あ、キングルイ。ほんとね、関係なくね、俺ジャパン、ね、ヴィンテージ、なるほどね、メドユーセーター、それカゴメなんだ。おお、珍しいぞこれ。ねえ、75ドル。すごいね。カゴメの社会人チーム、ね、アメリカにあったのかな。ね、面白いこれ。ジャパンヴィンテージいいじゃん。やばいねこれ。ヤマハのハーフジップ。本当だ。ヤマハ。水の。あれ？水穂。本当だ。やば。それかっこいいね。なんでこれジャパンヴィンテージなんだ。裏はない、ないんだ。あれ着物的なやつ、おもろいな。これベンデイビス、ベンデイビス、やっぱサンフランシスコのブランドだから。そうね、結構あるんだよね、うん、ベンデイビスがちらほら。ここも全部ですだ、ベンデイビスばっかだね、うん、ここも全部そうだね。そうだね。あ、それ
あれ？ボディが違うぜ。本当ね。ボディベン・デイビスじゃなくて、刺繍はベン・デイビス。これかっこいいね。ね。裏は。おお、なんだこれ。なんだこれ。キャラもよくわからない。ね。でも珍しいねこれ。珍しい。ボディ違うよ。ね。ちょっと古いのかもね。うん。いくら？80。これは本当ベン・デイビスだね、うん、原稿の。あ、パキラある。ほら、こっちから絶対高いよ、うん、あ、カーボーイビーバーとか高いっすよ。いますか。うん、まあまあおもろかったよ、ね、ジャパンヴィンテージが、ね、シャメレオンって何なんだろうね。前なかったね。なかったなかった。ジャパンタウンにもなかったし、見たことなかったね。ここにもなかったしね、うん、なんか増えてんねやっぱり、ね、ここはマジでガチのワークアイテムがある感じです。これがいい。そうね、ベンデイです。はい、はい、見てゲント、結構安く22ドルとか、うん、ワークパンツもめっちゃある。あ、あのベン・デイビスの顔抜き。これいいね。手作りっぽいけどね。やばいな。すごいいいな。あれとかもいい。カリフォルニア。本当だ。いいね。いいっすね。あの看板も古いぞ絶対。本当だね、やば。こういうとこいいね。ね。なんかあっちに掘り出しもありそうだな。ありそうだね。ね。このほら、あ、ミッキーのやつ。うん。売ってんのあれ9ドル。87年。でも50周年。バンドのいいかもな。珍しいね、こういう言い方してるね。ブーツ。しかも一点物。画鋲売ってるけどね。そういうとこだよね。うん。行ってみる、あそこ。うん。Nah, actually, first time. Oh, cool. Well, welcome. It's a really fun store. So, just to let you guys know, all these shirts in the store are actually handmade by different artists. Oh, nice. Oh. All the names of the artists on the back of the top shirt. And yeah, let me know if you have any questions. Oh, sure, yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Handmade, on that. まあ、そりゃそうか、最大だから。ボディもちゃんとメイドインUSA使ってる、ね、アーティストがこだわってる人は、ね、多分そういうの使ってるんだろうね。ね。ということですね、うん、あのヘイトからアラモスクエアが近いんで、うん、そうちょっと行ってみますか。そうで、俺もアラモスクエアからね、トゥーブロックスアウェイ住んでたから、そう結構馴染みあるんでね、うん、行ってみましょうか。行きましょう。でヘイト、やっぱ古着とか多いけど、うん、いや結構値段的にはやね、もう日本と変わんないぐらい。そうだ ね東京日本より高いぐらい、ね、うん、あと日本の方がやっぱいいものある。そうだね、うん、セレクトされてるからだいぶ、うん、日本人向けにね。そう、日本人向けに。でもまあいろいろ変えたは変えたから、うん、ちょっとよかった。そうだね、うん、ビクトリア町の家がいいわね。うんうん、窓ガラスでかいね、よく考えたら。そうだね、うん、ほんとこういう家がずっとあるからね、うん、慣れって怖いっすね。慣れって怖いわ。逆にそういう家に住んでたからもう慣れちゃってるのかもね。そうだね、うん、こんな家だったもん、こういう感じのとこ住んでたから。かっこいいな。改めて。そうだね。でもアメリカの家のイメージとは違うよね多分。うん、サンフランシスコだよね、うん、ヨーロッパ系だもんね、うん、ここにあんま塗り替えてない。確かに色合いがすごいよ。色合いいいね、ね。改めて本当気づかないけど見るとすげえなってなるね、これすごいね、やっぱり、うん、装飾が全部だから本当こうだからね、街並みが豪華だよね。豪華すぎるよ、うん、どんだけ豪華なんだよこれ。今作れないんじゃないこんな。作れない、なかなか作りが豪華すぎるでしょこれ。
もうこれで100年以上経ってんだからね。うん、改めて見るマジでいいな。マジでいいよ、この丸い感じもいいよね。この丸い窓ガラスは割れちゃうと確か高いんだっけ。あんま、あそうなんだ、むずい。あそこがもうアルモスクエアって言ってもおかしなくない。あとは ねもうそういう建物がいっぱいあるもんね。うん、でもあそこのアラモスクエアの住んでるじゃん、うん、実際あそこにも、うん、よくあの子住めるよね。やだね、あれはめっちゃ公園からみんなそこ見てるからさ、うん、視線がすごいね。あ、桜咲いてる。ほんとだ、桜あれ桜でしょ、あれ。うわもう俺ちん近いわ。ほら、デンビアンじゃん、あれの。ほら、待ってる待ってる人が出たあれ。朝から並んでんだよ、きついな。だ DMB 行くときはもう一日潰れちゃう。ここが公園なんだけど、うん、ここをバーって行くとゴールデンゲートパークっていう、うん、サンフランでかい公園につながるんだよね、うん、これでもでかいけど十分。確かにね、でか、まあ、よく見たらでかいね。でかいんだよ。桜です。桜これ、桜だよこれ。なんだ、知らんかった俺桜。ほう満開じゃん、ちょっと緑が生えてきてる。いいな、やっぱ桜はね。この桜とこのアメリカ館いいね。ね、スタチューと。スタチューでかね。懐かしいな、懐かしいな。こう見ると道広いわ、ね、歩道、うん、車2台通れるよ、普通に。そうね、確かに、ね、でしょ、うん、車置いてるしね。広いな、歩道。日本の歩道が逆に狭すぎんだけどね。着いたじゃん。着いたね。5年ぶりっすね、多分。最後の家からその前だね。うん、これ結構新しめだよね、他と比べちゃうと、うん、モダンな感じの家だけど。ここに住んでたね。ここだよね。うん、もう2階です。そう、やばいね。すごいな。ここ見る、結構斜めったりしてるんだ、だいぶ、うん、建物が、うん、地震来たら速攻潰れんじゃない。そうだね。昔でもあったね、サンフロでかい地震だよね。でもそれ生き残ったやつでしょ。生き残ったやつ。同じレベル来たらどうなんだろう、やばいのか。どうなんだろうね。レントしてます。これでだから40、50万ね。50万。バスリーベッドだね。うん、でかいね。いいわ、裏庭とかあるもん。でかいわ、相当でかいよ。スリーベッドだから、まあ3人でシェアして1人16万とか。そうね、そんなもんだね。だって俺もさっきのとこが16万だったから。うん、あれ LTK でしょ。家賃が31万ぐらいしてたかな。1,23200ドルぐらいしてたから。いい車がある。あー、これなんか俺写真撮ってたわ。嘘。うん、インスタ見返したらあるよ。しかも俺ここに通ってたじゃん。だからここら辺に住んでる人なんだよ多分。そう、木の実がすげえ落ちちゃってるけどね。ボルボだ。うん、で今この坂なんだけど、坂のとこがもうアラモスクエアです。俺登ったら、登ったら見えます。登って右手。よいしょ。ここでみんな散るってんだよね。そう、こんな感じ。来たー、久々ー。まあ、ここいいとこあれだよね、まあ、あそこの家プラス、そう、後ろにダウンタウンが見えるから。そうなんだよ、それがやっぱりいいよね。これこれ、ちょっと広角すぎて、うん、遠いけど、あの家がフルハウスの家です。ここでみんなほんと散るってやつね。いいよな、ここ。いいよね、この場所あれはいいのにな。じゃあ坂っていうのもいいんだよね。そうなんだよね、寝っ転がりやすいんだよ。そうで、みんなこの寝っ転がってこっち見てるから、あの家に住むと目線が入っちゃうっていう。いいね、やっぱり。
Hi, how's it going?4時半にしたから、若干余裕が。一回家帰りました。そう。で帰ってちょっと休憩して、今から友達とバーに行きたいと思います。うん、で今回まあ、今日ね一日回ってたんだけど、飯食ってねえっていう。そう忘れてた。ね。そう撮影ってかずっと回してたから、飯食うの忘れてて、ね、だから多分うちは疲れてたんで。そうだね。でちょっと休んで、バナナ一本。そう。食べて。回復しました。で、今から向かいます。早速来てますね、めっちゃいい。ダビオブサンフランシスコ。フーディのがいいわ。フーディのがいいね。ね、こうやってかぶれるし、しかも子供やっぱ裏地が見えるからフーディだと。そうそうそう、めっちゃいいわ。俺も着たいもん。本当に2個欲しいぐらいね。なんだもん、一緒に着てるからいいじゃん。でもエムが多分それしかなかったから。確かにね。だからエムが基本的に全部ないんだよ。みんな M ばっか買ってんだけど。でしょ。だから M もっと作れよ、ね、なんででけえサイズが。でかいの買い作りすぎなんだよあれ。ね、今回行くバーが、その俺が結構行ってたバーなんで。あ、そう。久しぶりに俺は行きたくないかな、そこ。そうだね、行きます。初バーです。今から行くところが、テンペストっていうバス。テンペスト。人です。おー、変わってるわ。わー、全然変わってるわ。これがテンペスなんだけど、前ここ何もなかったんだよ。確かに綺麗なビルが建ってる。そう、ここが全部普通に何もなかった、マジで。ビル建ってる。ここがバーなんだけど、ここで食べ物を注文できるんだよ。I'm not sure. What are you getting? Burger and potato skins. これが全部頼めんだよね。I'll be right with you. Okay. Howdy. You guys want to order for the bar to go? Bar. Perfect. We're gonna get started for you. Box burger, please. Yeah. Do you want to cook medium? Yes, please. Do you want fries, garlic fries, or salad for $3 or $4? No, give me garlic fries. Regular fries and then garlic fries. Yeah. Anything else? That should be it. For the bar? Yes, please. It's been 3 years. Wow. Yeah. It's a long time. Used to work together. Yeah, totally. $41.81, please. Give us about 10 to 15 minutes. All right, this buzzer will buzz and ring. That's how you know to come back here to pick it up, okay? Got you. Sign here, and we'll see you then. Thank you. Thanks. This is for you. Oh. This is our brand, Mission District. For you. Thank you. Thank you so much. We made this work pants like from scratch. Oh, nice. This is cool. Dragon color. Yeah, nice. Thank I you. Oh. Thank you so much. Sure, yeah. This one too. Wow. Oh, that's nice. Hotel, cool. Yeah. Or motel, yeah. You want the green one? I'll take it. Yeah. Yeah, I'll take it. You like that? That's cool. Look at my gun. Yeah, that's my key. Oh, shit. Where did you make it? Oh, at the hardware store. Oh, shit. I didn't know, like, you can make this gun. I didn't either. Have all kinds. Really? Yeah, he has a gun, too. Damn. Same stuff? Yeah. Woo! This one. これ知らんかった、こんなのね。This is crazy. Can we go inside? Yeah.
と友達の車でベアボトル行きます。Did the food trucks today? Yeah, they also have food trucks. You should get the burger, man. No. One more burger? Too much. You used to have two burgers, man. I used to, yeah. Did you go in and out yet? Not yet. Do you like in and out? Yeah. Cheap. It is so cheap. They look good. Oh, yeah, I was eating. Delivery. The smell is bad. Yeah. It's like the smell of the fire. Yeah.わあ、すげえ。いいでしょ。すげえ。Cool. So the numbers on here, just right there. Cheers, y'all.Thank you. Thanks. How did you know I'm Japanese? You can tell? Okay, cool. Bye, man. Oh, sure. You speak Japanese? Oh, cool. Bye bye. Passport, did you see? Passport, did you see? Ah, right. Was that the guy? Ah, right, right. South Bandits.